達に誘われてそこから始めるようにします。アズーリ亀島というチームに所属しています。入ったばっかでまだ全然サッカーもよく分かんなかったんですけど、それでみんなと一緒に戦ってそれ勝つことの快感を覚えて、それで続けようという感じで思います。セージニアです。強かったんでもう、でみんなと仲良くその時はやってます。自分が中心となって頑張っていきたかったので、まずスタメンを取れるように頑張っていき、見学をしてそこからいいなと思い入るのを決めました。亡くなって休みの期間が多くなって、その分自分もラストの年なので一生懸命やらなきゃと思って、自粛期間中に自分個人で走ったり自分を高めるために一生懸命家でできることを探し頑張っていました。みんなに愛されるようなチームをこのサッカーを目指しているので、みんなに愛されるようなチームで終われたらいいなと。